って。アマチュアで、まあ、僕15年オリンピック2回出て、まあ、メダルも取って挑戦者の気持ちでゼロからふうに思って、まあ、プロに行きました。とにかく一人ですね、世界オリンピックにかなりの分岐点だと思いますけど、しっかりいい方の分かれ道に進めたらと思います。顔めちゃくちゃやばい、こういうのがこういうのになる、そう、出てくれればほら、緊張しないですし、ミット打ち出してくれですか。続きまして赤コーナーより清水聡選手入場です。足をよく使う選手っていうのは分かってたんで、距離を詰めて足を使わせないようにしました。赤コーナー清水聡大橋事務所属1986年、もうきれいに決まりましたね。青じゃないってこんなになったの、まあ、向こうも見えてなかったみたいで、それ倒れてみたいですね。8戦8勝8KO なんで、もう、ね、来年は世界一本に絞っていきます。